香取駅は千葉県香取リ室にある東日本旅客鉄道の駅である。成田線を所属線としており、鹿島線を加えた2路線が乗り入れている。当駅は線路名称上での鹿島線の起点駅であるが、鹿島線の列車はすべて成田線を通じて、佐原駅へ乗り入れており、一部はさらに先の成田駅、千葉駅方面へ直通する。 ホーム前景相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。以前は3番線もあったが、その後保線用施設に転用されて、乗降はできない。ホームは重上げされていない。二つのホームは、湖線橋で結ばれる。当駅12橋駅間に、利根川橋梁がある。長大な橋梁であり、強風の影響を受けやすく、しばしば速度規制や、運転中止になる。 沢原駅管理の無人駅。ただし、成田線、鹿島線の分岐駅であるため、稀に田駅から派遣された駅員が特別改札業務を行う時がある。乗車駅証明書発行機、簡易水下改札機が設置されている。駅舎は、カトリ神宮をイメージして2007年12月に建て替えられた。以前の駅舎は、有害化車を改造したものであった。参考資料。 JR 東日本全線、決定版、鉄道地図帳、第4巻、三戸、千葉支社館内編、学研2010年3月2006年度の1日平均乗車人員は232人で、ある。千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。香取神宮駅名は、氏名の、香取であるが、香取市の中心駅は、隣の沢原駅である。 北側へ約500メートル進むとトンネ川が流れている。注釈出店。ありがとうございます。